はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。横綱まずはひっくり返った横綱物語、続きやってまいりましょう。今回1281回目、あ、間違えた、名古屋場所の本場所ですね。はい、参りましょうね。さあ、番付はこんな感じ。4横綱1大関3関脇4小結びか。油っこじさんまた上がってきたね。大関がついにね、一人になってから久しいんですけどね。だから小結びの4名がね、第3グループに入っちゃいますからね。はい、では参りましょう。初日はいつものように全員見ます。油の浩二さん、初日の相手は安保桜さんですね。まあ、本当は泡桜さんって言わないといけないんだけどね。お、上手出し投げ決まりました。油の浩二さん、初日は白星。さあ、ここからはもう三役以上になります。はい、西野党員さんからですね。初日は立ち西さん、万世型よね。強いんか弱いんかよ分からんけど。おお、絞り込んできました、立ち西さん。大勝ちしたと思ったら大負けするね、立ち西さん。さあ、まずは寄りました。西野党員さんの寄りからスタート。下手出し投げはこらえた。まわしは立ち西さんが持っている。外掛け、足技決めました。さあ、小川さん、初日の相手は前頭筆頭回転さん。さあ、だいぶね力弱ってきてるからね、もう負け越してっていう感じだったらちょっと考えないといけないんですけどね。まあまあまあ、あと3場所やから、コロモダンさんもそうで、あ、コロモダンさんじゃない、倉間口さんもそうですもんね、あと3場所。さあ、今回はね上位独占叶いませんでしたから、今回ちょっと組み直しですからね。さあ、押していく。押されている小川さん、土俵際追い込まれて寄り切り。小川さんは黒星スタート。大関の今出川さん、初日のお相手は高瀬川さん、こちらも元三役ですね。さあ、立ち合い押しから入った、突き、はたいた、一方的な内容、今出川さん強い。ここから横綱4名、倉間口さん、初日のお相手は巨漢山吹さん。さあ、 きっちり寄っていく、より3つ。最後は突き倒し、倉間口さん強い内容。新町さん、初日のお相手は紫龍さん。紫龍さんもね、この名前つけるやつはもうちょっとね、あの強い力士でいてほしかったっていうのはありますけどね。まあ、超音さんですからね。外掛け、新町さん足技で決めました。残るは西横綱2人、寺尾さんは戸上美さんが初日の相手。さあ、ここで急に粘り始めた戸上さん。最後は押し出しました寺之内さん。結びの一番は前回優勝のコロモナーさん、初日の相手は若日光さん。さあ、ここも横綱の押しから入りました。そしてより突き、バリエーション豊富、追い込んだ。最後は押し出しました。ここも力でねじ伏せました、コロモナーさん。4横綱今出川さんは白星スタート。負け、お、綾乃花さん、瀬戸錦さんのけだぐりに沈みました。小川さんだけか、まともに負けたのはね。
はい、ということで、綾野花さん、あ、竹野内さんもね、負けてますね。で、秋津島さんとね、3名、小川さん入れて4名が、三役初日黒星のスタートとなりました。では、2日目。小川さん、瀬戸錦さんね、瀬戸錦さん、だいぶ下に落っこってからもう前頭のね、2枚、あ、飛ばした。前頭の2枚前まで復活してきましたけども。はい、行きましょう。アブラン浩二さん、2日目は伊勢神楽さんと、ここからは、多少はちょっと端折っていきます。西本富さん2日目は高瀬川さんとですね。で、小川さんは2日目瀬戸西さん、昨日綾野花さんを破ってますね。今出川さんは前頭筆頭立ち錦さん、倉本さんは若二子さんとですね。新町さんは遠野美さん、寺尾さんが紫龍さん、結びの一番衣田さんは山吹さんと。小川さん今日はか、ああ、送り出しか、追い込まれてたんだ。で、西本さんは寄り切り勝ち。あら、千代の鶴さんが上手出し投げで影郎さんに敗れている。あ、吉島さんは、ああ、坂取ったりで勝ってますね。ああ、アブランコイさんは伊勢神楽さんに救われてます。はい、2日目終了。2連敗は三役ではね、いなかったですね。では3日目参りましょう。千代の通さんもね、土がついてしまいました。あんまりね、そう、強い人が転生してこないとね、本当に後々大変になっちゃうからね、これ。はい、アブラン浩二さん、3日目のお相手は勝ち見杉さんと。西本トリンさんは瀬戸錦さん、小川さんのお相手は高瀬川さん、今出川さんは回転さんとですね。倉本さんは戸和野美さんと、新町さんが若日光さん、寺尾虫さんが山吹さん、衣田さんは紫龍さんとの一番となります。あ、小川さん2敗目、高瀬川さんに寄り倒されてます。竹野虫さんも2敗目だ。あ、おらんかもしれない。あ、下手投げで勝ち見すぎさんに勝ってる。はい、3日目終了。負け先行三役は小川さんと竹野内さん。小川さんやっぱりしんどくなってきたかな、だいぶね。では、全員はちょっと4日目終わってから見たいと思います。4日目、さあここから、組み合わせが変わります。油の小路さん、鹿島富士さんとは2勝1敗同士の一番となります。西本院さんは大旋風さんがお相手ですね。お相手は現在2勝1敗。小川さんは八尾島さん、八尾島さんも2勝1敗。今出川さんは坂東翔さんとですね、3連敗中。倉本さんは前頭筆頭立ち錦さん、こちらも3連敗。
新町さんは1勝2敗の回転さん、この1勝は小川さんに勝った分。寺内さんは瀬戸錦さん、瀬戸錦さんも1勝2敗、1勝は、綾乃花さんに勝った分。コロモナーさんは高瀬川さん、高瀬川さんも1勝2敗、小川さんに勝った1勝2敗ですね。さあ今日も4横綱大関は大丈夫、小川さん勝ちました、矢島さんを突き落とし、西本時さんは力でいきました、大旋風さん押し出し勝ち、高駿河さん負けねえな、アブランコジさんは鹿島富士さんに力負け、寄り倒されております。4日目終了しました、4横綱と今出川さん、西本院さんが4連勝、小川さんは2勝2敗、4連勝はあと高瀬川さん、甲斐はいるんかな、若清水さん、浜の富士さんが4連勝、十両の4連勝は誉さんだけだ、もう早くも1人になってしまっております。油の小路さんは現在2勝2敗という状態。では5日目、6日目までがね、4、5、6が横綱とね、第4グループとの一番になります。回転さんもう長いですよね。はい、アブランコンちゃん4連敗中の綾乃国さんとですね、西本トインさんは坂東翔さん元気ありません、4連敗中、小川さんはケタグリー王大憲法さん、2勝2敗同士の対決、今出川さんは大旋風さんも2勝2敗、倉本さんは前頭2枚目高瀬川さん1勝3敗、新町さんは瀬戸錦さんも初日良かったんですけどね、そこから3連敗、寺内さんは1勝3敗の回転さん、コロボナーさん4連敗中の太刀錦さん、4横綱今出川さん5連勝、小川さん、ああ、けたぐり負けだ。大旋風さんのもうけたぐりが食らうレベルになってしまっております。西本さんは押し出し勝ちで5連勝。その他3役は負けてる人がいません。十両、アブランコジさん、今日は下手投げで綾乃国さん下しております。旭誉さん5連勝ですね。はい、というわけで、小川さんまた、負け先行の状態で6日目を迎える形となります。6日目、アブラノコジさんは5.3ですね、5.3、現在5連敗中。まあ忙しくなるのは明日からですからね。はい、西本院さんは、3勝2敗の大憲法さん、小川さんは現在負け先行2勝3敗、今日の相手は5連敗中の坂東翔さん、今出川さんは八尾島さんとお相手2勝3敗、倉間口さんは瀬戸錦さんはもうだいぶ落ちてきてますね、1勝4敗、新町さんは高瀬川さんもそうですね、で寺内さんが5連敗中の太刀錦さん、結びの一番、コロモダーさんは回転さん1勝4敗、ああ入っちゃった、ごめんなさい、あ、倉本さん敗れた、瀬戸錦さんの2丁投げ、今出川さんは内無双で八尾島さん破っております、小川さんは今日救いました、坂戸翔さん救い投げで3勝3敗、西本院さんも勝った6連勝、これがあるからな、はい、十両は寄り倒しでアブランコジさん負けております。6日目終了しました、6連勝は、倉間口さんを除く
三横綱と今出川さん2勝と院さんで、小川さんが3勝3敗他6連勝は現在のところ高駿河さん、下位にいた5連勝は、6連勝は消え、いた浜野内さんね、若二子さんは、若二子さんじゃない、誰だっけ、もう一人いましたよね、いたけど、6連勝は浜野内さん下で1人頑張ってる状態ですね。十両誉さん6連勝5勝1敗が多いね、1、2の3の4の5の5名アムランコンジさん現在3勝3敗タイで7日目を迎えます。そう7日目、まず倉間口さんと今出川さんの同門対決、このモダンさんは西尾トインさんとの同門対決、小川さん手の内さんとの同門対決、同門対決が3つ、新町さんは綾野藩さんと、さあ7日目、アブランコウジさんは1勝5敗の雪風さん、雪風さんもね勝ち負けはっきりするよね場所によって、同門対決ですね、5勝1敗の倉文口さんと6連勝中の今出川さんの一番、坂取ったり大技出ました、今出川さん7連勝、もう一つ、新町さんね5勝1敗関脇、綾乃葉さんとの一番、綾乃葉さん初日敗れただけやね、そしたら今のところは、さあここは押し2つ土俵際一歩手前、綾乃葉さんがまわしを取った、ここはついても返せない新町さんの押し、最後は継ぎ出しました、綾乃葉さん2敗目、寺内さんが6連勝、小川さん3勝3敗の同門対決、2つ目、さあ突きで追い込んだのは横綱、土俵際おばさん粘るか、突き出しました、寺本さんの勝ち、結びの一番は6連勝同士、コロマナさんと2勝と1さん6連勝同士ですね、粘るね二勝といさんも、さあ追い込むんですけどね、コロモダンさんも最後の一歩ここで決まった突き出し、はいということで、横綱で負けたのは倉間口さんだけですね、あとは浜野内さん千代の通さんに桁繰りで沈んだ、瀬戸錦さんもようやく勝ち出しましたね、アブロンコウジさんは雪風さんの突き出しにあっております、7日目終了しました、黒木さんが2敗目、西本院さんはここで辻がついて6勝1敗、小川さんは負け先行4勝3敗、7連勝あと1人は高駿河さん、浜野さんも敗れたんで、ね、6勝1敗となっております、では前半戦ラストの8日目参りましょう、黒木さんは西本院さんとの同門対決、今出川さんとコロモダンさんの一番、新町さんと小川さんの、ね、同門対決で寺本さんと綾乃葉さん、今出川さんと衣田さんで、結びの一番油の小路さんは大梅の里さんと、3勝4敗同士になりました、油の小路さんと大梅の里さん、
同門対決、5勝2敗の倉持さんと6勝1敗の2勝トイさんの一番。残りだ。いや。残った。突き出しました横綱の勝ち。これでお互い6勝2敗とし、新町さん現在7連勝、そして3勝1敗の小川さんとの一番。残った。いや。残った。寄り切りました。新町さん8連勝、そして寺本さん7連勝、綾乃原さん5勝2敗の同門対決。寺本さん下手出し投げ、得意技で勝ちました。結びの一番は7連勝同士の同門対決、コロマナーさんと今出川さん。さあコロマナーさんが一気にいく。今出川さんの桁繰り炸裂しました。コロマナさん敗れました。あとは横綱3名が順当勝ち。アブランコウジさんは大面札の突き出し負け。前半戦終了しました。8連勝でターンしたのは4名、寺本さん、新町さん、今出川さん、高駿河さん。7勝1敗でコロモナーさん、黒間口さん、2勝のトニーさん、6勝2敗、小川さん3勝5敗ですね。十両の8連勝は佐伯小丸さん、ただ1人。ちょっとびっくりしたな、7勝はいないね。難しいね今回の優勝争いはね。まあまあでもいい、調子の悪くないね。新町さんが本命かなっていうところですね。さあどうなることでしょうか。後半戦も楽しみにしておいてください。それではさよなら。